ゆで卵は簡単な料理ですが、きれいに殻を剥くのは意外と難しいですよね。ですが、いくつかポイントを押さえると、トロトロの半熟卵でも簡単につるんと殻を剥くことができるんです。まず最初のポイントは、茹でる準備として採卵日から5日から7日経った卵を選ぶことです。採卵日から日にちが経つと、殻と身の間に隙間ができて剥きやすくなります。次に常温に戻した卵の殻にひびを入れます。卵の尖っていない丸い方をコンと軽くテーブルに当てるか、スプーンなどで叩いてひびを入れます。丸い方には気室という空間があるため、ひびを入れても中身が出てくる心配はありません。ひびを入れることで薄皮と白身が剥がれやすくなるのです。さらに茹でる際には水からでなく沸騰させてからです。ドボンと入れるとそこで割れてしまう可能性があるので、お玉などで静かに入れましょう。最後のポイントは冷やすこと。茹だったらすぐに氷水に入れて急冷しましょう。これで殻がぐっと剥がれやすくなります。しっかり冷えたら鍋に少しの水を加えて蓋をし、卵を数秒間ガシャガシャと振ります。こうすると殻に細かくひびが入り、殻と身の間に空気と水が入って、さらにつるんと剥けるようになります。ただし、トロトロの半熟を作る際には強く振るとパンクする可能性があるので注意しましょう。ゆで卵は生卵より日持ちせず、賞味期限はひびのない状態で冷蔵庫で保存しても3日から4日だそうです。お好みのゆで加減で作ったらすぐにいただくようにしましょう。ウェザーニュースアプリのお天気ニュースチャンネルでは、お天気だけでなく季節やライフスタイルのニュースも配信しています。ぜひご確認ください。